はい、今日はソフトバンクの顔はちょっと恥ずかしいので、させてもらいます。今日は、優勝のカードの、シムカードのことをちょっと簡単に説明したいと思います。中は、ずらずらずらって開けるとですね、説明書と、これと、これです。で、シムカードの大きさは穴開いてますけど、これくらいですね。これくらいです。で、これはソフトバンク様に返してもらえばいいと思います。で、これを iPhone に返せばいいと思います。はい、ちょっとですね、簡単に説明するとですね、ちょっとテレビの音がちょっとうるさいんですけども、ちょっとですね、説明っていうかちょっと、アップグレードの、ちょっとですね、こういうメールが来たんですよ。どれだったな。僕のアカウントは、下にクリックして、どうのこうのってきたので、そうですね、まあ、簡単に言えば、まあ、そういう感じだと思いますね。まあ、でも、YouTube さんも、ちょっと、簡単に言えば、ちょっと、ある意味わからないと。っていうことですね。まあ、ちょっと、SIM カードとか、まあ、簡単に言えば、まあ、簡単に言えばですね、まあ、あれですね。まあ、簡単に言えば、まあ、あれですね。今のところは、まあ、ちょっとですね、顔ちょっと、なっちゃうと、やばいので、ちょっと隠します。まあ、ちょっとそうですね。まあ、簡単にはちょっと顔はちょっと非公開にさせていただきます。ということで、まあ、ですね、まあ、まあ、ちょっとアカウントどうのこうのって来たんですけど、まあ、アップグレードとか設定とかいろいろしたんで、まあ、そうですね、まあ、
ドッグのご紹介だと、簡単に言えば、まああれですね、まあこれはまあなんであんのかっていう感じですね。これですね。これはまあよいしょよいしょ、まあこれはまあ簡単に言えば電話番号取得するためのあるみたいな感じですね、はい、顔は大変申し訳ないんですけども公開はほとんどしないというふうに思ってください。名前はパンダと申します。よろしくお願いします。今パンダが使ってる、僕の iPhone は iPhone4S にしました。ちょっといろんな人からね、あの iPhone4S は電池が、まあ、持ちがいいんですかとか、まあそういうのもあるんでね、ちょっと大変お世話になりますけども、1分だけちょっと、まあ本当のこと言えば、まあ大変ですね。まあ、SIM カードとか、まあ、あれなんですけど、でも、まあ、SIM カードは、まあ、意外と便利っていう部分もあります。例えば、機種変更とか、まあ、壊れちゃったりしても、内容気にすぐさせて、設定がそんな、あんまり不要って言いますか、そんなあれですね。まあとりあえずまたアップグレードしますので、見といてください。名前はちょっと非公開します。失礼します。